NHK 杯初優勝、村上大輔選手です。おめでとうございます。ありがとうございました。演技を終えてから少し時間が経ちましたが、率直に今どんな気持ちですか？もうとにかくこの試合は台に上ると思ってなかったので、かなり優勝は本当にびっくりしました。昨日は納得のショートプログラム、そして今日のフリースケーティング、いかがでしたか？そうですね、初めて今シーズン、スケート人生で2回4回転挑戦して本当に綺麗に飛べたので、もうプレッシャーが全部落ちました。滑っている時はどんなことを考えていたんですか？とにかく最後まで滑ろうって感じで考えてました。どのあたりからいけるぞという感覚出てきましたか？そうですね、本当に練習とかであんまりミスがない練習してたので、本当に今日練習みたいに一つ一つ決めていって本当に嬉しかったです。改めて第表彰台どころか優勝ですよ。ありがとうございました。おととしの大会では怪我をして非常に残念な大会になってしまいましたけれども、今大会はどんな大会になりましたか？そうですね、本当におととしこの試合で棄権して本当に辛い思いして、また2年後に戻ってノーミス2回演技できて、本当にしてかなり優勝して本当にびっくりしました。本当に嬉しいです。おめでとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。村上選手でした。